おはようございます。2023年9月18日月曜日の朝です。今日の体重は 64.85 でした。体脂肪率は 37.5% です。おはよう、アビラちゃん。今日の天気は、太陽あっち行っちゃったけど、晴れです。そしてちょっと風があってですね、暑めの朝でございますね。でも朝といっても今10時なんですが、実はですね、昨日夕方6時半くらいに寝ちゃいまして、夜の10時に起きました。その後に、こちらのエリコロの動画の編集とかをしてですね、その後寝れなくなっちゃって、結局ですね、私バチュラーを全話見てしまいましたよ。朝の5時までかかりました。それでもちょっと早送りとかして見てたんですけどね。そんな感じでございましたので、今日はまたゆっくり起きてしまって変な睡眠をやってしまいましたけれども、なんですけれども割と元気ではありますね。そんな感じでですね、昨日そう結局夜ご飯は食べませんでした。我慢した。お腹空いてたけど、ずっとお腹空いてる状態でバチュラー見ながら口寂しいと思ったけど、我慢して食べないでなんとかやってきましたよ。はい、そんなわけで今日はですね、お昼から、近くの安龍寺のかんちゃんがうちに遊びに来る約束してるので、ちょっと午前中はあとちょっとしかないけどお掃除したりとかしておこうかなと思っておりますよ。今日は白湯飲みません。あ、風気持ちいい。今日の朝ごはんです。今日はスクランブルエッグ、かぼちゃのサラダ、そしてレタス、パンで食べます。今ちょうど12時です。ちょっと、鳴ったサイレン。ちょうどですね、ちょうどじゃないや、全然ちょうどじゃないんですけど、今家の中で洗濯とかいろいろやってたら、私もシャワー今入ったりしてたんですよね。そしたらちょっとお昼ご飯作るしかなくなっちゃったから、近くのおにぎり屋さんに行っておにぎり食べてこようと思いますよ。行ってきます。おむすびカフェゆい着いた。今日は営業してますね。こういったその自転車で先に来てる。行きます。こんにちは。こんにちは。食べてくるの？食べてこうと思ったんですけど、お持ち帰りにしちゃった。お家で食べてかんちゃんを待ってようと思いますよ。帰ります。帰ってきましたよ。すごい天気いいですね。中入ります。今日のお昼ご飯です。今日スパムおにぎりと浅漬けとキムチチーズ、豚キムチチーズかな、あとカラオリーコー食べます。エリコロの動画。帰ってきましたよ。お帰り。歩いてきたから暑かった。歩いてきたな。お疲れ様。来た来た。どうぞ。どうぞ。4分分かってる。いいでしょ。できました。どうぞ。動画。動画です。撮っております。これ4分前から撮ってるって、書いてあるんだ。すいませんでした。おめでとう。すいませんでした。とんでもないですよ。あっつー。どうぞ入って。あっつー。かんちゃんがお土産をいろいろ持ってきてくれました。お、あの氷も、あれでしょ、ママの実家の、おばあちゃん来たからか。それの、あ、持ってきてくれたんだ。そっかそっか、ありがとうね。美味しそう、ありがとうね。じゃあみんなで食べます。はい、かんちゃんオロナミン C でございます。どうぞ。それをかんちゃんが飲みます。どうも、かんです。今エリコロさん家に来て撮影をさせてもらっています。かんくんのお気に入りのものを持ってきて、スイッチを忘れたから使えなかったけど、スイッチがなかったのでふにゃふにゃ人間をしています。ふにゃふにゃ人間で、めちゃくちゃ楽しんでます。さようなら。大丈夫よ。いやいや、かんちゃん来たね。
ただいましたね。こんちゃんこんちゃんだよ。こんちゃんはこんちゃんだよ。待って、足なくなってんだけど、カンくんの。くんちゃんだね。あ、もう一回言って。もう一回言って。かんちゃん、はい。かんちゃん、かんちゃんもう一回お願いします。お邪魔しました。ありがとうございました。楽しかった。あ、かないね、みんな。エリコロの動画。今、6時半です。なんかですね、夜ご飯作るの面倒になっちゃったのでですね、これからちょっとまた得意のセブンイレブンに行ってこようかなと思いますよ。行ってきます。今日は、早来たのセブンイレブンに来ましたよ。行きます。帰ってきましたよ。なんか今日はぬるいですよ。夜なのに久しぶりに。なんか入ります。今日の夜ご飯です。今日はセブンイレブンで買ってきたあんかけ焼きそば。おー、781キロカロリーだと。見ないで買っちゃった。あとは作った煮浸しで食べます。はい、というわけで今日も一日が終わりました。今日はですね、午前中のうちにちょっとお部屋の中片付けたりとか洗濯とかしてですね、でなんか観葉植物、すごい巨大なガジュマルがうちにあるんですけど、それを一回ベランダに出して頭からザーッとお水かけたりとかしてですね、なんかそういうちょっとやりたかったこととかをやったりとかしてました。そしてお昼からですね、近くのお寺安住寺さんのかんちゃん遊びに来てくれました。もともと約束してたのでですね、今日はですね午後から行くって言ってて、それで一人で歩いてきて、それでですね一緒にゲームとかやったんですけど、いつもだったら私の旦那さんの方がゲーム上手だしセンスがあるので、私がやってると全然進まないし操作とかすごい下手くそだから、どちらかというとうちの旦那さんとやってることが多いんですけれども、今日はなぜだかかんちゃんの気分なのか私とやりたいって言ってて、それで私本当にすごい下手くそなんですよね。全然指がこうやってこうやるんだよこうやるんだよってすごい何回もかんちゃんが優しく教えてくれるんだけど、その通りにできなくて、でもう、あ、じゃあいいよエリコロさん、カン君に捕まってくるだけでいいよとか、なんかそういう風に私はただコントローラーを持って前に進んだり後ろに下がったりすることしかできないから、それだけやってですね、常にカンちゃんにいろいろやってもらいながら進んだりとかして、でもなんかここまで3時間くらいゲームしてたのかな今日私で考えたら、なんか久しぶりにずーっとそうやってゲームだけしてて面白かった。久しぶりにそういう時間作れて、なんか最近なかなかそういう時間なかったですしね、ゲームにそんな3時間も没頭するなんてなかなか普段ないから、すごいそれもそれですごい楽しかったですね。そうして笑って笑って本当におかしくて、かんちゃんもずっと体を動かしながら立ったり座ったりしながら興奮しながらやってて、それ見ても面白いし、なんか一緒にキャーキャー言いながらやったので、すごい体力も、座ってただゲームしてただけなんですけど、すっごい体力消耗しながらやってましたね。あ、でも楽しかったですね。そう、それでそんなことでですね、その後、かんちゃんと、あ、かんちゃんじゃない、こんちゃんですね。かんちゃんの弟のこんちゃんと、あと、ななさんとですね、来てくれて、それでちょっとお話とかしながらですね、でも私はもうギリギリまでかんちゃんとゲームして、遊んだりしてですね、やってて、すごい楽しかったですね、本当に。楽しかった。で、そんなわけでですね、ご飯どうしようかなと思ったんですけど、なんかすっごいめんどくさくなっちゃって、それで結局またセブンイレブンに行って今日焼きそば買ったんですけど、私なんか最近割とカロリー表示とか見ながらお弁当もし買うとしたら、一応そこ見ながら500キロカロリー未満にしようって思いながら買ってたんですけど、今日思いっきりそこ見るの忘れてた。うわ、食べたいと思ってそのままカゴに入れちゃって、そのまま食べちゃった。もうちょっとだね。でもちょっと旦那さんにあげたけど、ほんのちょっとだからあんま買わないけどねって感じですね。そう、そんな感じでしたね。うん、あとなんかあったか。今日はなんかでもすごい楽しかったから、なんかちょっと興奮して寝れなそうですけどね。あ、そう、それで、私も朝言いましたけどね、ほんと、昨日変
な時間に寝ちゃって、夕方の6時半くらいに寝て10時くらいに起きて、でその後動画撮って編集して寝ればいいな。その時もなんか結構中途半端に寝たんで、眠たくはなかったんですよね。寝ようと思ったら寝れたのかもしれないんだけど、眠りたくないというか、あまり眠たくなくて、ちょっとバチェラー続き気になるから見ちゃおうかなと思って見たったら、もうほんと最終回まで、しかも最終回の、あの終わりの次の、出場してた女の子たちがみんな集まって、なんかワイワイ話すやつまで、なんていうんだっけ、エピソードのやつの、いつものやつのちょっと違うバージョンみたいな、なんて説明していいか分かんない、なんかそういうのあるんですよ。そういうのまで全部しっかり全部見ちゃって、いやーなんか今回のバチェラー面白かったなとか思いながらですね、ちょっとその余韻に浸りながら、多分5時くらいにはお布団入ったけど、5時半とかになるから寝たのって感じでしたね。でそれで、10時くらいに起きた、9時半10時くらいかなに起きたんですけど、まあ全然寝不足っちゃ寝不足ですけどね、なんか変な感じです。だから今日なんか変なテンションなのかもしれないそんなわけなので、今日はもうこれくらいにしておきたいと思います。本当はもっといろいろ昨日告知したイベント以外にも、イベント他にもお知らせしたいことあるんですけども、今日はなんかうまく伝えられそうにもないので、これくらいにしておこうかな。明日以降またちょっと時間見て、お話しさせていただこうと思いますね。はい、そんなわけで今日はこれくらいにしておきたいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。またねー。